皆さんこんにちは、みやこです。今日はですね、私がトレーニング歴、トレーナー歴6年ぐらいなんですけど、自分の体になるまでに結構時間がかかったなというふうに思っていて、今の自分の知識でトレーニングを始めたての自分にこういうことを教えてあげたいなっていうのをちょっと今日の動画でまとめていきたいと思いますので、最速で体を変えていけるような、ルーティーンっていうのをご紹介していきたいと思います。そしてですね、先日ご紹介させていただいた大戸屋さんとの私のコラボメニューがなんとありがたいことに大人気だそうで、一部完売とかにもなってしまったようで、本当にありがたいことにたくさんの方に食べていただいているようです。でね、なんか鶏肉の方が人気あるみたいなんですけど、サーモンもめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ両方メニュー食べていただけると嬉しいです。でプレゼントの応募もたくさんしていただいていて、まだ期間中は受け付けていますので、どんどんご応募いただけると嬉しいです。で、後でもまた詳しく紹介していくんですけど、体作りで食事っていうのは本当7、8割大切な要素になってくるので、ここがちゃんとできていないと、いくらトレーニングをやっていてもなかなか、だからもう体変わりません。なので食事と運動っていうのは必ずセットで最速で結果を出せるので、こういったねバランスのいい食事、意識していただけるといいと思います。詳しく後でどういう食事をとったらいいかとかっていうのをご紹介していきます。最速で体を変えていく方法っていうのをご紹介していきたいと思います。具体的に私がいつもどういうものを食べているかと言いますと、こちらが今日のお昼ご飯です。これは豚のしゃぶしゃぶとご飯と、フルーツ、これはあったりなかったりなんですけど、フルーツも結構好きなので毎日だいたい食べます。で、これがどういったところがポイントかというと、皆さんこう筋トレしてるとタンパク質取らないといけないよねっていうのは、なんとなくプロテイン飲んでとか聞いたことあると思うんですけど、もう最短で体を変えていくパターンだと、体重かける 1.5g から 2g ぐらいのタンパク質が1日の中で必要です。で、そうすると私の場合だと今 56kg ぐらいなので、 1.5g でも 84g ぐらい、最低でもタンパク質が必要になります。で、これ1食でおそらく 25g ぐらいのタンパク質が取れるので、単純に考えても4回ぐらいこういう食事を取らないとなかなか取りきれない量っていうのは、なんとなくイメージしていただいた方がいいと思います。思ってるより毎食お肉とかお魚とか食べていかないと取りきれる量ではないんだなっていうところ。で、あとはよくプロテインだけ飲んでればいいとか、タンパク質お肉だけ食べてればいいんでしょって思う方もいるんですけど、タンパク質と炭水化物、ご飯とかお米とかパンとか麺とか、そういったものは必ずセットで摂ってください。これが合わさることでタンパク質の吸収が最大になっていくので、タンパク質単品よりも炭水化物と組み合わせて摂ること。で、この時のポイントは脂質は抑えていく。なので、今回こうしゃぶしゃぶにしてちょっと脂質を落としてるんですけど、脂質を抑えてタンパク質と炭水化物をセットで摂る。これを基本的に朝昼晩3回食べてください。そしてまだタンパク質が足りない方は、ここに1杯分プロテインを飲んであげると、だいたい 1.5g から体重の 2g ぐらいの数値はクリアできると思います。私は筋肉をしっかりつけたい時期とか、体をもうしっかり作り込みたい時期っていうのは、それぐらい意識してタンパク質と栄養をとっています。だから結構カロリーもダイエットとこう体作りがごっちゃになっちゃってる方も多いんですけど、体をしっかり作っていくためには栄養がプラスで入ってこないといけないので、ダイエットのカロリーだと体はなかなか作れません。カロリーの目安でいうと、大体自分が活動して消費するカロリーは必ず取らないといけないので、自分の生活活動代謝っていうのをネットとかで調べてもらうと出てくると思うので、結構本気で体作ろうと思ったら、本当に結構真面目に食べて栄養のこうバランスの計算とかもしていかないといけないので、私は最初は食べるのが結構きつかったです。だけど筋肉が増えてくると食べれる量も増えてくるので、最初ちょっときついけど栄養を取ることを意識してみてください。
続いては運動の方法、まあ、トレーニングメニューになっていくんですけど、よく体作りを始めて週に何回ジムに行けばいいですかって質問がめちゃくちゃ多いので、もうこれ完全に私個人の意見なので一意見として聞いていただきたいと思うんですけど、週最低でも体をしっかり変えたいのであれば2回以上は行った方がいいと思います。2から3しっかり行けていて、トレーニングメニューも無駄なく組めていれば体はしっかり変わっていきます。で、なんで1回だといけないかっていうと、1回だと必然的に全身のトレーニングをしていくわけなんですけど、そうするとさ、だいたいまあできて1時間ぐらいじゃないですか。私もトレーニング時間1時間ぐらいなんですけど、そうすると下半身、まあ、上半身、背中、胸とか大きいパーツを1回で鍛えるってなってくると、その刺激だけでは筋肉がすごくしっかり育つかっていうと正直難しいと思います。一番大事なのはジムに行っているっていうことよりも、ジムに行ってしっかりメニューができているかっていうところが一番重要なので、例えばですけど週5回ジムに行けてたとしても、ここの内容がいつも歩くマシンで有酸素運動してたりとか筋トレがしっかりできていないメニューだったりすると、5回ジムに行けてても体変わりません。有酸素運動がいけないとかではないんですけど、まあ私の動画でももう何回もお話ししてるんですけど、有酸素運動は体の形を変えるスタイルを良くする運動ではないので、これをずっとどれぐらい、まあ、たくさん頑張ったとしてもスタイル良くはならないです。まあ、脂肪は落ちていきますけど、脂肪が落ちることと筋肉をしっかりつけて体の形を作っていくことって全く別の話なので、ここがね結構ごっちゃになってしまっていて、ジム行ってるし、まあ、ジムで走ってるし、これをずっと続けてれば体かっこよくなるだろうって思ってる方がとても多いので、そういう方がいたら、せっかくジムに行けてるっていう習慣はもう100点でも続けてほしいので、その内容をしっかり体の形が変わるメニューっていうのに変えていってください。私の動画でももうたくさんトレーニング動画紹介してるので、基本的に私の紹介してるトレーニングは体の形を変えるっていうことに特化してるメニューなので、やっていただければいいと思います。例えば2から3のトレーニング、私が今それぐらいのトレーニング頻度なんですけど、これで体の形をしっかり変えていくっていう風になってくると、分割法って言ってある程度体を部位分けしてやっていくやり方がいいと思います。例えば3回だったら下半身と、あと上半身の背面、背中とかで、もう1日が胸とか肩とか上半身の前側っていうのをできるようになってくるので、一部位に対してできる種目っていうのが必然的に分割にすることによって増えていくので、筋肉の仕事量が増えます。その分やっぱ筋肉痛にもしっかりなるし、負荷がしっかりいくので体の形が変わりやすいっていう風になってきます。でですね、最後にトレーニングどれぐらい続ければ体変わるのっていう質問をめちゃくちゃ聞いてもらうんですけど、私の体験ベースで話すと、5、6年やってやっと今理想の体に近づいてきたって思う段階なので、正直1、2年は、まあ、パッて見た時に、あ、この人トレーニングやってるな、なんかやってる人だなって分かるぐらいになるまでは1、2年は見といてもらうのがいいと思います。で、もちろん自分の中で、あ、お尻上がってきたなとか、ウエスト引き締まってきたなっていうのは、私は2、3ヶ月で最初は感じたし、こう、ポイントポイントで体の変化を感じれることは、全然あるんですけど、写真で見たりとかさ、こう自分のことパッて見た時に、ああ、まあまあいけてるなって思えるようになったのは、私は本当トレーニング始めて2、3年目以降かなっていうイメージです。で、私が今、ゴルフを最近始めて、週1、2週間に1回ぐらいゴルフレッスンに行ってるんですけど、で今初めて2、3ヶ月ぐらいなんですけど、やっぱね、それぐらいじゃ全然上手くならないです焦ってたくさん練習して早くコース回りたいとか上手くなりたいって思うんですけど、もうこれもやっぱり年数が絶対的に大事だと思うし、やめなければ絶対どんどん上手にはなっていくので、もうこれは何でも一緒だと思うんですけど、諦めずにやめずに長く続けていくことが、まあ、何でも大事だろうなっていうふうに思っています。体作りってもう本当に一生続くことだから、例えばさ、短期集中で何ヶ月だけ頑張ろうとかっていうのじゃなくって、ベースは最初ガッとしっかり作り込んでもいいと思うけど、
っぱやめずにね、細く長くずっと続けていくことで体かっこいい状態をキープできていくので、今の私なんか本当にそうで、昔ほどトレーニングもしてないし、タンパク質とかもすごく取ってるわけじゃないので、今の体を維持していくっていう風に生活をしてるので、全然今はねハードじゃないです。本当ゆるく長くずっと続けていきたいなっていう頻度で今すべて行っているので、全然ストレスとかもなくって、一時期の昔筋トレやってたなっていう風に終わらないように、皆さん私含め頑張っていきましょう。はい、ということで本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てねー。